茶屋町の毎日放送へ。はい、茶屋町ね、はい。雨だいぶ降ってたんですか。そうだ、もうずっと、まあ、あれです。今やっとマシになったぐらいでね。へえー。やっぱ淀川の川の水もちょっと多いですもんね。ああ、そうですか、そうですか。へえ。いや、だいぶ多いですね。多いです、多いです、多いです。多いですよ。いや、私もその全然川の咲き方ってますけど、見ませんな。いや、川渡った人初めてかな、今。あ、そうですか。あっちばっかり行ってるのかな。あ、北の方ばっかり。そうそう、そうですか。で、淀川なんかあれでしょ、あの水の量を雨降ったりしたら、上の方で水門で取り出するでしょ。ああ、そうなんですか。あの、あれ、水門は石とか、なんかあれで石があるんじゃないですか。そこで調節するでしょ。ああ、そうなんですね。雨降ったらちょっと増えすぎたらあかんぐらいで調節するんで、琵琶湖もなんかダムみたいな役にしてるからね、昔ですよね。琵琶湖はだいたい自然のね、ダムいう感じでね。あ、自然のダムみたいな役にしてるらしいですよ。自然のダムね。あ、そうそう、自然のダムですな。天然のダムですな。そうなるともう自然のダムですね。そうですわ、自然の大ダムですわな。ね、あの晴れが冷たくもう水をある程度流さんとあかんないでしょ、川のとこはね。うん、その時さから琵琶湖の水をちょろちょろ出して調節するわけですわ。うん、ほんであの雨下で雨が降ってやるやったら上で閉めるわけですわ。はい、ってなったらもう湖というよりも自然のダムですね。そうそう、自然のダムだ。琵琶湖でこんな形下が狭くて上こんなんでしょ。はい、だからこの辺の狭いところになんか石があるらしいですよ。ああ、それから自然のダムと。そうそう。ますね。袋はどうされますか。あ、お願いします。
本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。